はい。えー、未来の日本語教育組の皆さん、こんにちは。えー、このビデオでは、えー、3月10日の模擬授業についてお話をしたいと思います。はい。えーっと、模擬授業の、その、つまり Google Meet でやることですね。はい。で、えー、まず時間は 10,、まあ、10時半に皆さんに来てもらって、もうすぐですね、5分後、10時35分から55分の間に、1人目の模擬授業を、えー、します。 これもちろんブレイクアウトルームに分かれてですね、3人ずつに分かれて、それで模擬授業をしてもらいます。で、その後5分ぐらいでコメントをしてもらったり、それから相互評価フォーム、この後紹介しますけど、それに入力してもらいます。そして、その5分の後でまた20分かけて2人目の模擬授業。そしてその後5分、20分から25分でコメントをしたり、 えー、相互評価フォームに入力。そしてまた、えっ、ー、と、20分かけて、えー、あ、これ3人目ですね。ごめんなさい。間違えてしまいました。3人目の模擬授業。はい。そして、えー、その授業に対するコメントや、えー、相互評価フォームに入力。そして、えー、最後に、えー、10分間で、全体で振り返り、ということを考えています。で、相互評価フォームについて、えー、今、ご紹介したいと思いますね。で、ここで、えーき、あの、 評価することはもう二つだけです。本当はね、たくさん評価しなければいけないことはたくさんあるんですが、これはあの、えー、っと、30時間で、えー、初めて日本語教育の勉強をする人が、えー、対象ですから、えー、ここでは二つしか評価しなくていいです。えー、これは先週のビデオでも話しましたけど、優しい練習から難しい練習に進んだかどうか、そして、 先生よりも学習者の方が多く話したかどうか、はい。えー、そう、繰り返しますが、これはあの、教えることではなくて練習するところです。反転授業とかでもう、えー、知識は伝えてある文法とかですね、えー。その知識は伝えてある、その後の練習をどうするかという話ですから、先生はほとんど話さなくていいと思いますね。えー、ですから、学習者ができるだけ話すような、 そういう練習にしてほしいと思います。はい。で、相互入力フォームの実際の入力画面を見てみたいと思います。はい。ここにですね、えー、2回送信して、えー、2人の学生を評価してくださいと書いてありますね。はい、えー。これ3人組ですから、1人の人は2人を評価することになります。ですから、2回送信するわけですね。で、まず最初に、えー、皆さん、評価する人、 え、評価する人が自分の名前を選びます。で、ここでですね、ちょっと気をつけてほしいのは、えっ、ー、と、ちょっと事情があって、えっ、ー、と、サビヒさんとラキさん、コキュラさん、シアマラさん、えー、ロシニーさんは一番最後にあるので、えー、それ以外はアルファベットの順番ですけど、この5人は一番最後にありますから気をつけてください。で、その次に、えー、あなたが誰を評価するか。 あなたが評価する人の名前を選んでくださいと書いてありますね。はい。この上は自分の名前。下は相手の名前です。それを選びます。<laughs> はい。えー、そして、えー、優しい練習から難しい練習に進みましたか。えー、で、あの、とても良かったら5。全然ダメだったら1。よくわからないぐらいだったら3番ぐらい。 えー、こちらの方は、えー、先生よりも学習者の方が多く話しましたかこれも同じように1から5で、えー、採点をしてください。はい。で、これが、あの、えー、っと、1人目の,あの人が終わったら、えー、2人目も同じ、えー、フォームで、えー、入力してください。はい。えー、そうですね。はい。では、えーっと、このスライドからはリンクが1つだけありますね。えー、もし、 まあ、その相互入力フォームへの、えー、リンクは、あの、<laughs> Google Meet でも共有しますけど、はい。えー、もし必要だったらここから見ることもできます。ビットリースラッシュの ttcb91a がこのスライドのリンクです。はい。えー、いつもと同じですけど、このビデオに知らなかった言葉があったら、暗記、クイズレット、メモライズなどに、えー、登録して忘れないように復習をしてください。はい。それでは私からは以上です。 失礼します。